山田治は、いやっと、岩手朝日テレビの社員。元アナウンサー。岩手県森岡市出身。岩手県立森岡第四高等学校を経て、青森公立大学を卒業。青森ケーブルテレビを経て、2005年9月1日、岩手朝日テレビに入社。2015年4月1日、移動により、アナウンサー業務から離れ、2020年現在は、営業職に就いている。 2021年現在、現職の傍ら、高校野球中継の実況を一部試合で担当している。趣味はドライブ、映画、デジタルカメラで、特技は生態模写。目標、尊敬する人物は古立一郎。好物は麺類とビール。好きな番組は報道ステーションとアメトーーク。好きな言葉は真理。 2011年3月11日の東日本大震災発生によるン報道特別番組では中継がつながる直前東京から来るスタジオモニターの映像音声に思わずなんでここでその状況を伝えてるんですか今来てますよ今来てますよ津波が今到達してるよテレビ朝日とデスクを叩きながら怒鳴ったこの直後に東京からマイクを渡され 怒りを抑えつつも、冷静に、無人カメラを限界まで、ズームアップさせ、今すぐ避難を始めてくださいと繰り返し呼びかけた。なお、山田自身は、テレビ朝日へ怒鳴った件について、正直驚きました。実は放送中の記憶があまりないんです。とにかく必死で、特番の VTR を見て、言葉を失いました。小さい地方局が、キー局のテレビ朝日に、 何を文句言っているんだという話ですよね。本当にすみませんでしたと謝罪し、私はテレビ朝日を批判しているわけでもなければ、当時スタジオにいたアナウンサーを批判しているわけでもありません。あのような状況のもと、どうしたらいいか考える上で、必死に訴えたと実感している。この様子は、同年4月29日放送のアンホ堂特別番組つながろう、日本で 再度放映された。またこの時の中継内容が、まさに渾身の報道と高い評価を受け、同年のアンアナウンサー賞で大賞を受賞した。ありがとうございます。